Hey guys, thank you、so、much for checking out this video guys, you out so for 今日このビデオでは大好きなことで成功するための3つのキーポイントっていうのを紹介したかったんだ、ね、まずね大好きなことで成功するっていうと大好きなことって何っていう話になるんだけどここでちょっと注意っていうか気を使っていただきたいのは大好きなことって本当は 愛せることなんだよね。ね、そして。 自分のためにもなって誰かのためにもなってでそれが世の中のためになるっていうようなことこれがちょっと一つの条件なんだよなんかね大好きなことを仕事にしようよっつって言うと俺マウンテンバイク好きだからそれに仕事にしようとか,なんかビデオゲーム好きだからとか、ね、音楽好きだからとか、まあ、そういうパターンもあるんだけどももうちょっっと深く入ってもらいたいたのね例えばマウンテンバイクとかビデオとか音楽だったら自分の音楽を通して人を 幸せにする自分も幸せで聴いてる人も幸せでその人たちが幸せになるから世の中が少しずつ癒されていく。 ね、本当にこの自分だけが好きっていう感じじゃなくて自分も好き、ね、その商品とかサービスを受けているお客さんも好きでそれで世の中が少しずつ良くなっていくっていうこの条件まあね日本でいうと三方よしっていうんだけどそのようなことがこの好きなことっていうのに含まれてるんだよねだから好きなことっていう考え方もあるんだけどできれば本当に心の中からこれをやっていて。 自分も幸せになるし周りの人も幸せになるっていうことを選ぶっていうのがまず最初の一歩だと思うんだでねこれを見つけていくっていうのは時間がかかってこれもある意味一つの旅なんだよね OK じゃあねこれで成功していく中 成功している時の、成功している人の3つのキーポイントっていうのがあるのね。これ意外と大切なんだよ。どういうことかっていうと、この最初のポイントが、ね、自分はどういう仕事をするのかっていう考え方を外して、どうやって生きていくのかって考えるのね。この世の中に生まれて、 で、なくなっていく間、あなたはどう生きるの ?What is your contribution? どのようなサービスを地球で生まれて提供していくのそのような視点から自分をやることを見ていく。 ね、だからこの就職してこういう仕事なんだこういうデザイナーなんだとかそういう形に占めるんじゃなくて世の中自分を生きている間どうやって世の中にコントリビュートしていくかっていう視点をちょっと入れていくっていうのが一つめちゃくちゃ大切な最初のキーポイントなんだよね。で二つ目のキーポイントなんだけどこれ意外とねみんなあの特に日本の人は頑張るのがめっちゃ好きなんだよね。 ね、ちょっとねあの別の国だとかだったらねもっとさ頑張れよって言えるんだけど日本人は本当に頑張りすぎみたいに結構頑張ってる人が多いんだよでここで2つ目のポイントがね自分を大切にする時間を週3時間は入れるっていうことなんだよねこれが2つ目のキーポイントなんだよどういうことかっいうとね自分の人生を畑だと思ってもらいたいんだよね ま、それか自分がやることをファン、畑だと思ってもらいたいわけよ。で、畑っていろんな植物,を植物を育てていくじゃん。で、その時に水を与えたりとか、ね、太陽を与えたりとか、ね、いい栄養を土に与えたりとかしないといけないじゃん。ね、それを自分にしないといけないっていうことなんだよね。自分に必要な栄養を与えている人、自分に必要な vacation、リラクセーション、 ね、ブレイクを与えている人自分がまあね自分の人生のファーマーみたいな人だからこのファーマーが他の人の目的のために全部やってて、ね、会社のためとか、ね、家族のためとかね他の人のために全部やってると自分に対するエネルギーがなくなくっちゃうんだよねだから2つ目のポイントは自分を癒せるような習慣を作ることなのね。 自分のエネルギーがなくなっちゃったら、世の中のためっていうことの、その活動のためのエネルギーもなくなっちゃうわけよ。だからこれは、ぜひ、賢くやっていただきたい。僕のおすすめは、週3時間は、一人の時間を用意することなんだよね。で、三つ目の成功のキーポイント。ね、これ、ちょっと僕なりに思うことなんだけど、それは、自分には、 間違っているところが必ずあるっていうことを意識しながら行動を続けるっていうことなんだよね。自分が常に正しいって思っていると誰かとチームメイトとか誰か家族とか仕事もそうなんだけど絶対ぶつかって揉め事になると思うわけよ。ね。だからその自分が絶対もう間違ってるところないんだっていう考え方は絶対間違ってるところとか学べるところは絶対あるわけよ。 ね、だからそれを頭の中に入れといて人と話すときにそれを常に頭の中に入れとくわけよそうするとなんか他の人がこう,こういうふうに思うんだとかこうだよねとか言ったときにねリアクションをそんなに激しいリアクションを取らないであそうなんだその視点もあるかもねっていう感じでそうだよね僕には絶対正しくないところも絶対あるからそれを変えていく勇気これ意外と難しいんだよね 自分が間違っているっていうことを認めるっていうのは結構ね心の器が必要になると思うんだよね本当にいや俺が正しいんだお前が間違ってんだよっていう方が楽なんだよねであそっか僕間違ってるかもなって認めてそれを受け止めるっていう方がすっごい難しいと思うんだ、ね、だから本当にもちろんね,ね自分が愛せること ね、どうやって生きていくのか、ね、もちろん自分が好きで得意でワクワクすることっていうことなんだけど本当に最初のポイントは自分が愛せることで生きていく、ね、この人生僕はこれで生きていくんだ、ね、そして次はそれをやるために自分のケアをする、ね、自分を癒して自分のエネルギーが復活できるように自分のケアをしないと自分のファームをケアしないとさ、ね、エネルギーなくなっちゃうから。 で3つ目は、ね、例えばこのファームの話に戻るんだけどもし自分の人生が畑だったらじゃあ絶対変な癖とか雑草とか自分の中に生えてるわけよ頭の中に変な考え方とかちょっとイラってすぐイラってなっちゃうところとか、ね、そういうところが必ずあるんだっていうのみんなそうだからさ、ね、あるじゃんそれを意識しながら行動を続けていく発言行動あの会話を続けていくこの3つのポイントがこの「 愛せることでリアルに成功していくところに大切な三つのキーポイントだと思うんだ alright I love you guys and I'll see you next week thank you so much for checking out the video